はい、今回はですね、えー、今話題沸騰中の小田原市ですね小田原市の市長公約詐欺じゃなかったのみたいな話になってますね、えー、この森谷照彦市長ですね、えー、この方がですね、えー、5月に選挙を当選されたんですけども、えー、現職の加藤さんと 500の数票差でですね守屋さんが勝ったんですけどこの公約についてまずですね、えっと、この公約の中にですね1人10万円という項目があるんですねその1人10万円というのがこちらですね、えー、小田原市民からすると小田原市が独自で10万円支払ってくれるんでしょって話になってるらしいです。でも 市長の方はこれはあくまでも国の政策の10万円特定給付金を迅速に配るという意味でここに記載したというふうにおっしゃってますでこれね、えーまあ、こ僕の個人的な意見なんですけどもこの広報を全て読みましたそしたら、えー、この1人10万円っていうもの以外は全て市の政策なんですね で市の政策の間に一つだけ国の政策を入れてるっていうのはこれ明らかにおかしいですよね。森谷市長は悪意がないような話をしてますけどもこれは悪意があるのではないかなと感じますね。で「紙面の都合上」というふうにおっしゃってますけどもここ前後の文字を見てもらうとわかるんですけど最高9文字入るんですね。で 1> 1人10万円で,6文字じゃないですかで。これをね例えば「10万円を早急に」とかまあ9文字以内で収まる言葉っていっぱいあると思うんです。分かりやすく書いたというふうに、まあ、森谷市長おっしゃってるんですけどこれどう見ても「分かりやすく取ったら1人10万円おだらしくれるんですよね」って話になりますよね。まあリコールかけた方がいいんじゃないかとかねそういう話も今出てるようですけども。で、 勘違いいをさせたのでははないかなかと僕は見ておりますこの市長さんというのは民間人からいきなり市長に履行したわけではなくて過去に県議会議員をやってるわけですね県議会議員を。で県議会議員をやってるということは議員経験があるわけです。とこういったですね選挙広報にどういうふうに書いたらみんなが見てくれるか注目してくれるか当選するかまあ 心得でると思いますまた公職選挙法にくっついてもある程度分かっていると思うのでその触れないように書いてるんだと思いますまあこの選挙公補に何を書いても基本的には辞職しろとか言われることはないんですねえもしこの公約守れなかったら辞職しろなんて話になってしまったら、えー、今いる日本の国会議員 地方議員半分以上辞職しなななきゃいけなくなりますよねほとんど公約なんか守ってませんからね。でえっと守ってる方もいらっしゃるんでねそこは誤解ないようにお願いしたいんですけども明らかにこれは悪意があったのではないかなと僕は見ております。まあこの方公人ですからねあの一応こういうふうに言っても構わないのかなと思ってますけどでもしねこのリコール運動とかがあった場合。 これ500出票さんなんですねでリコール成立してしまうとおそらくもう一度選挙になると思うんですけどもそうすると多分こちらの方落選するんじゃないかなとなぜかと言いますとこれね1人10万円を小原氏が余分にくれると思って投票された方って結構いらっしゃると思いますその方たちは当然リコールに賛成しますよねで加藤さんに入れた方 もう当然リコールに賛成しますよね。そそううなるるとおそらくリコールは成立するでしょうこれちょっと注目のできるかなと僕は個人的に思ってるんですけどもであのこれね選挙候補だけじゃなくてですねこの公約とかそうなんですけども選挙になるといいことばっか書く議員さん 市長候補多いんですね例えばですね横浜市でもそうなんです横浜市も何年か前に横浜市長選挙がありました林市長はカジノ推進派なんですにもかかわらず選挙の前になったらカジノは白紙だと言って選挙を戦いましたで当選しましたで本来だったらそこですぐにカジノ推進ですと言えば済むんだけども それだけじゃなく統一地方選挙が終わるまで待ってたんですなぜかというとカジノは菅官房長官のね肝いり政策と言われておりますね林市長は自民党が応援していると思いますそうなりますと自民党の議員の不利になったら困るわけです地方選挙の前に 火事の推進という言葉を言ってしまうと自民党がもしかしたら何人か落選したかもしれないでそういうのを避けるために統一地方選挙が終わるまで待って終わった途端に火事の誘致ししますすという表明をしたんですやってることってちょっともの違いますけども同じようなことなんですよね要は選挙の前になるといいことばっかを言ってあと何も終わってからはもう知らん顔 こういういですね我々がそれをごまかされないようにこういうのって見ていかなきゃいけないのかなと思います。でこれ小田原市の方自分らちが本当にこれでいいのかこの市長を許せるのかこれっていうのは小田原市の方が決めることです。僕はは小田原市民ではありませんけども 小田原には仕事で何べんも行ってますからね小田原市にはお世話になってますですからねあの小田原市のこの未来っていうのは僕もね心配しておりますこの本当にこの市長でいいのか悪いのかもしリコール運動とかがあった場合知らん顔ではなく自分の意思表明をするべきではないかなと思います まあモリアさんもねはっきりとねあのー、書けばよかったんですよね国からの給付金ででもこの広報を見た限りこの一人十万以外はさっきも言った通り国の政策は何も書いてないんです市の政策がだけなんです明らかにこれは悪意があったと僕は見ております最近ですねあの選挙に興味ないって言ってる若い方とかいらっしゃいますけどもこういう のをよく見て選挙候補というのはですね必ず任期満了まで取っとくべきなんですね本当にこの方が公約をですね守ってるかどうかね、議員さんもそうです公約を守ってるるかどうかをねきちっと確認しなきゃいけないですで、次の選挙につなげていくんですダメな議員はどんどん落とすんですダメな市長もどんどん落とすんですこれは国政に関しても一緒なんですけどもそういうふうにしていかないと国というのは変わらないんです ま硬、あ、い話になっちゃうのでまあ、選挙の話はここまでいますけどもまあ、これは僕は悪意があったそういうふうに見ておりますまあ、これ皆さん、ね、いろんな意見があると思いますいや森屋さんはいい人ですこんなね悪意があったんと思いませんという意見もあると思いますぜひどうぞ意見を言ってくださいで、ま、万が一ですね 守谷市長がこの動画を見ていただけたんであれば守谷市長が自らですねコメントをしていただけばありがたいなと YouTube チャンネル持ってるようですから、ね、見る機会もあるかと思います万が一見ることがありましたらですね市長自らコメントしていただけたいと思いますそこで議論が湧いてくると思いますので皆さんもどうぞコメントをどんどんしてくださいコメントをしていただければですねまた僕の方もいろいろ 意見を述べたりとか、動画にアップしたりだとかまあ、そういう風にしていきたいなと思います。次回ですね。次回以降ですね。ちょっとまだ日付未定ですけど、横浜市のカジノ問題も動画にアップする予定でいますので、まあ、皆さんですね。あの堅苦しい話は面白くないと思います。もうちょっと分かりやすく動画を作りたいと思いますので、よろしくお願いします。